はい、こんにちは、116インズです。さあ今回はレッドソックスについて話していきたいと思いますが、予想外に今季エール東地区最下位に沈んでしまったレッドソックス、巻き返しに向けての今オフのレッドソックスの補強はご覧の通りで、一番大きいところでは吉田正尚選手と5年総額9000万ドルで契約結んだり、他にもケンリー・ジャンセン、ジャスティン・ターナーなどともすでに契約を結んでいますよね。ただその賛否についてはレッドソックスファンなどの間でも結構分かれている印象で、吉田選手との契約は当初予想されていた額よりもはるかに高かったので、MLB で通用するかはまだ未知数な選手にこんなに出してよかったのかという声も多い印象ですし、ジャンセンやターナーについても1年ではなく2年契約でしたので、そんなに出す必要あったのかと疑問の声も上がっている印象です。ちょっと独自色が強めで、 MLB.com のアンソニー・カストロビンス記者なんかは、レッドソックスが一体何をしようとしているのかわからないし、彼ら自身もわかっていないのではないかと痛烈に批判していたりと、球界関係者の中でも否定的な意見は多いのかなと。また否定的な意見が強まる一因として、やはりフランチャイズのスター選手ザンダー・ボガーツをコンオフ FA で流出させてしまった点もありますよね。レッドソックスはかねてよりボガーツとの契約延長交渉は行っていて、パドレスとの契約直前にも話はしている、交渉に勢いが増している旨が伝えられてきましたが、結局はパドレスと11年総額2億8000万ドルの契約にて移籍。ボガーツ自身ももともとはレッドソックスに残る気があったようで、当初は昨年トレバーストーリーがもらった6年総額1億4000万ドル。この規模の契約が提示されれば真剣に考えたそうなんですが、レッドソックス側は一時現在の契約にプラス1年と3000万ドルを提示したりと、どうもボガーツの市場価値を見誤った節は感じます。もちろんボガーツは来年が30歳のシーズンと年齢のこともありますので、チームとしてあまり長い契約は出したくないと考えていたんでしょうが、功労者に対する本気度を感じないと言われたらその通り、ボガーツ流出という結果でファンの反感を買ってしまい、加えて来年 FA を迎えるラファエル・デバースとの契約延長交渉もうまくいっておらず、双方の希望額の溝が依然としてかなり大きいと伝えられたことで、そこがさらにヒートアップしていると。デバース側は来季シーズン中の契約延長交渉には応じないと言われていますので、延長するなら開幕までにまとめる必要があり、時間も少しずつ減ってきている状況です。実際希望額の溝はデバース側が総額で3億ドル以上の契約、スポーツ記者のヘクター・ゴメスが聞いた話としては9年総額3億ドル、10年総額3億2500万ドル、11年総額3億6000万ドルのどれかだそうですが、これらの契約を望んでいるのに対して、レッドソックス側は今年4月の時点で2億ドル規模の契約を希望しているみたいな話でしたので、その差は1億ドルくらい離れていて、なかなかに大きいと。そしてまだ溝が大きいということは、おそらくですがここからそこまで状況に変化はないのかなと。先日レッドソックスのハイム・ブルーム GM はデバースとの契約延長がチームにとって最優先事項と話しており、条件を今後上げることも示唆していましたので、徐々にデバースの希望額に近づいていくとは見込まれていますが、あとはレッドソックスがどれだけ譲歩できるかという感じでしょうか。ボガーツが流出し、さらに2年続けて生え抜きのスター選手、デバースも移籍となればフロントへの批判もさらに強まる可能性もありそうですし、双方の希望額に現状は溝は大きいとは伝えられているものの、レッドソックス側の姿勢は譲歩の方向に変わりつつあるとは思います。デバース側が強気な姿勢に出る気持ちも理解はできます。デバースは来季26歳のシーズン終了後に FA 予定と、非常に若くして FA 市場に出ることができ、当然ながら FA となれば来年の市場では注目選手の一人となるでしょう。バッティングに関しては高いレベルの成績を収めていて、通算の OPS が8割5分4厘、今季も8割7分9厘と好成績ですし、また打球関連の指標も優秀であることから、打者にとって有利なレッドソックスの本拠地フェンウェイパークを離れたとしても、主砲クラスの活躍は引き続き見込めるのではないかと。2019年以降のフルシーズン3年間でウィンザボリプレイスメント 13.3 とオールスタークラスの活躍を見せていて、それでいて若い強打者がまあ安く済むはずがなく、レッドソックスと契約延長するなら FA 市場でデバースがもらえるであろうと彼らが見込んでいる額、それが総額3億ドル以上ということになると思うんですけれども、その要求をするのも自然な流れかもしれません。ただね、もちろん契約の年数を何年にするかにもよりますが、一般的に想定される年数でデバースに3億ドル以上払うのはちょっとどうなんだろうという思いもなくはないです。近年の FA 市場、デバースと同じような年齢で大型契約をゲットしたサードといえば、2018年オフに FA となったマニー・マチャドがいますが、彼は25歳のシーズン終了後にパドレスと10年総額3億ドルの契約を結んでいますよね。マチャドの FA 直前シーズンまでの成績と現在のデバースを比較してみるとこんな感じで、打力は2人とも少なくとも WRC プラスでは近しい成績。FA 直前のシーズンでの比較となればデバースの方がもしかしたら上に来るかもしれませんが、一方でデバースは守備のマイナスが気になりますよね。マチャドはただ打てるだけではなく守備も名手ですが、デバースについては常に守備や疑問符がついてきた選手です。
デバースも若いとはいえ、当時のマチャドよりも1年遅れて市場に出てくる点も、少なくともこの比較においてプラスではなく、来年のデバースが現時点で当時のマチャドよりも高い評価を受けるべき選手かと言われると、ちょっと微妙かなと。来年のデバースがそれこそ今年のジャッジじゃないですけど、スーパースタークラスの成績叩き出せばマチャドと同等になれるかもしれませんが、個人的にはデバースがトータルの評価で当時のマチャドよりも上になることはないと思っています。またここ2年間の FA 市場で3億ドル前後の契約をゲットした選手を3億ドルもらえるボーダーを考えるにあたって比べてみましたが、今年のジャッジという例外はいましたが、基本はショートの選手がこの規模の契約を最近では手にしています。シーガーがこの中だと多分年齢や攻撃のパフォーマンス考えると一番近い感じですが、耐久面に課題はありつつもショートというプレミアムなポジションを守りながらトータルで大きなプラスを稼ぎ出せるからこそ契約が高くなった側面もあり、それでもシーガーは高いと思われていましたからね。これらの選手と球場補正を加味したら、打力でものすごく大きな差をつけているわけでもないサードの選手、それも守備はうまくはなく、長期契約後半にはファーストや DH に回っている可能性すらあるデバースに3億ドル以上、それこそシーガーと同額かつデバースも希望しているとされる10年総額3億2500万ドルとかだとどうなのかなと思ってしまう部分はやっぱりあります。ここには載せていませんが、ジャッジも今年のあの歴史的なパフォーマンスがあり、さらにセンターというポジションをちゃんと守ったからこそ総額3億6000万ドルの契約をもらえたわけで、そうでなければ高くても2億ドル台だったでしょうから、デバースの若さをプラス評価しても3億ドル超えるほどかはちょっとなぁと。まあ今年の FA 市場だいぶアグレッシブな契約も多かったですし、インフレも続いている中で実際には私が思っているよりもはるかに高い契約出る可能性あるんでしょうが、今の段階では12年とか13年とかに契約伸ばさない限り3億ドル以上払うのはちょっと高いかもなと感じるところはありますね。で、おそらくですが、レッドソックスも同じようにデバースに3億ドル以上出すのはまだちょっとと考えている節があるのかなと思っていて、というのもブルーム GM は割と堅実寄りのオファーをする印象があるからです。ボガーツに対するレッドソックスの最後のオファーは6年総額1億6000万ドルとされ、まあさすがにこれはちょっと安すぎた感も否めないですが、ボガーツに対して30代後半まで契約を保証したくない気持ちもわかりますし、契約の規模感としても個人的にもボガーツは2億ドル前後くらいと思っていましたので、パドレスが実際に出した契約よりもこっちの方が感覚としては合います。レッドソックスが譲歩するとしても、多分ボガーツと同じようなアプローチで30代後半とかまで保証するのは嫌うでしょうから、出しても9年、10年、総額で2億7000万ドル、8000万ドル、このあたりなんじゃないのかなと思っていますが、どうでしょうか。開幕まであと3ヶ月ほどですが、レッドソックスのフロントはいかにしてデバースとの契約延長交渉を進めていくのか見ものです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。